ママです。浜テレビ番外編男の簡単手料理のコーナーということで、今日はですね、油揚げのネギ和えに挑戦したいと思います。はい、ということで準備するものは、まあ油揚げのネギ和えということなんで、油揚げでございますね。油揚げとネギ和えということで、ネギでございます。ネギでございます。まずはネギをカットしていきましょう。ネギ切ります。はい、ネギちゃんをまあこれぐらいの長さに千切り、細く切ります。まあこれぐらいの長さですかね。うん、指、人差し指ぐらいの長さ、人によって違うかまあ10から15センチぐらい、うん、切ります。はい、でその後油揚げ焼いていきます。油揚げが両面きつね色になるまで焼きます。その間にですね、調味料ですね、だし汁、醤油1対1に生姜をすりおろしたものを混ぜ合わせておきます。はい、こんな感じで焦げ目がねきつね色をついたら終了でございます。で、先ほど申したようにだし汁と醤油1対1で生姜をね、すりおろしたものを混ぜております。でこれ水に入れた、ネギですね、ちょっと、混ぜ合わせる前に水の中でちょっと揉んだら辛味というかちょっと飛んでいきます。辛味が好きな人はちょっと絞ってそれで終わりでいいんじゃないですかね。はい、でまあこのネギをですね、絞ったものを、水絞ったものをこのボウルの中に入れていきます。はい、ボウルの中に入れました。で今度はですね、油揚げをまあちょっと手作り感を出すならば、これを手でね、ちょっと熱いんで気をつけてください。手でこうちょっとざっくりね、熱っざっくり、入れていきたいと思いますね。これこの中にね、これで映るか、はい、これ手でこう、熱っ熱いですよ、ほんと熱っ熱っ、手でねやるのがいいと思います。なんかこう手作り感が出るっていうかね、熱い熱っ、おおほう、熱いですね。はい、でそれをもう混ぜ合わせて終わりです。まあちょっと軽く混ぜ合わせて器に盛ったら終わりですね。はーい、油揚げのネギ和えの出来上がりでございます。はい、ということで、ちょっとね、別撮りで撮りましたけども、このちょっと斜めにすると崩れるんでね、別で撮ってみました。ということでこれも簡単でございます。もう油揚げ焼いて刻んで、ネギと混ぜ合わせて、醤油とだし汁1対1、生姜をすりおろした、まあチューブでもいいと思いますけども、混ぜ合わせるだけですからね。はい、やってみてください。お酒のお供にいいんじゃないでしょうか。浜テレビチャンネル登録、グッドマークよろしくね。またねー。浜テレビチャンネル登録よろしくね。